昨日さ、俺、とある配信に出てたんだけど知ってた？しかもなんか、公式っぽいやつに。そうそう、ワイワイさんとかが出てたやつ。見た？インディーゲームうんぬんみたいな。なぜかエンディングだけいた。そう。こっちにも共有してよ。いや、ちょっと恥ずかしくて。昨日なんかその愚痴つぼがさ、それになんか出るってなって、でなんか結構昔のニコ生の公式番組みたいなやつで24時間ぶっ通しゲーム配信みたいなやつがあったの。そういうノリの配信で誰でも来ていいよみたいな、知り合いは。それにワイワイさんとかがいて、うわ、ワイワイさん今東京来てんだ、会いてーってなって行った。愚痴つぼ連絡して、これって行っていいの？行くわ。それが昨日の配信中に愚痴つぼに LINE してて、いいみたいだよって来たから、もう急遽行った。だからすぐ終わった配信。楽しい。楽しいな、人生な。で、本当に遊びに行っただけだったから、でワイワイさんが行ったら控室で寝てて、で、なんかちょっと寝てるなら後で行っかと思って、なんかいろんな人いたんだよな。シャー君、マオさん、中村もいたか。林さんとか。あ、そう、ノバマンくんとね、会ったよ。はじめましてした。めっちゃかっこよかったな。ノバマンくんって言ったら、え、その声はって言う。その声はって言われて、なんか楽天のエイペックスの大会があるから、すぐ書いちゃったんだけどさ、古事記ひそびれた。そう。でもなんかその後、ワイワイさんの出番ですってなって、スタッフさんが、そろそろ起こさないとっすねってなったから、いや俺がじゃあ起こしますって言って、急に俺が現れる。ワイワイさん視点。ワイワイさん、起きてください。出番すよって、起こしてあげた。寝ぼけてさ、久しぶりだからさ、多分さ、すぐ気づかなかったんだよね。おーい、みたいな。で、なんか、こっち見てさ、俺がずっと声は出してあげて、声ないと多分わかんないからさ、ワイワイさんっつって、え、なんかスタッフじゃないやつおるなみたいな。スタッフじゃないやつおる。で、ちゃんと起きて、なんでお前おるんみたいな。言われて。いや、ワイワイさんが都内にいるらしいんで、来ました。だけ。それだけ。夢とぐっちゃんなやつ、確かに。なんでラッターいるってなるよな、普通。マジでそれだけのために行ったもん。なんかでも行ったらさ、いろんな企業の人いてさ、すっげーなんか、話しかけられて怖かった。案件もらったって。案件くれるかな？あ、なんかオーバードーズの作者さんがいて、なんかご挨拶に来てくれた。いや、見てます、みたいな。言ってくれて。みたいな。いいんすかって言ってた。あ、違う違う。ごめん。オーバードーズって2つあるのか。ニーディー、ゲームの方ね。ごめん。ニーディーガールの方です。頂点ちゃんの方。俺から出るオーバードーズは、そっちだろ。ね、すごいよね。自己顕示欲上がったわ。おー、見てくれてるんだって。俺ってもしかして結構頑張ってんのかもって。ワイワイさん久しぶりになったけど元気そうでよかったっすね。ワイワイさんと会うと絶対、何キンガーみたいな感じで俺言われるんだよな。あの人、エグすぎるっぴ。お前なんてもう何も儲けてるよ、お前みたいな。誰間にも何金曜日してるんでしょって、してないわ。勝手にみんなが言ってくるだけ。